タンガラン運河は、マダガスカルの運河。タンガラの運河とも呼ばれる。マダガスカル東部海岸を、北のトアマシナから、南のファラハンガナまでの 700km を海岸に、並行して走る。マダガスカル東岸に延々と続く石湖を利用し、それに手を加えた人工の運河で、50トンまでの橋家も、通行できる。波の荒い概洋に出ず小さな船でも安全に、 航行できるため、特に道路の未整備な時代には重要な交通路となっていた。1979年には、沈米の堆積により使用できなくなったものの、1985年に大規模な春節工事が行われ、再び使用が可能になった。現在でも、特に平行道路のないとあましなからまなから間において、フェリーや貨物の輸送が行われている。 現在では、トアマシナなどから、リバークルーズが行われるようになり、観光客も訪れるようになった。田辺博志、島田周平、柴田京平、1998、世界地理大百科事典にアフリカ、朝倉書店 P507ISBN42 億5416万6621、目で見る世界の国々7マダガスカル MM ロジャース著。 草野厚し約1991年4月25日、初藩国土社、p 店、田辺博志、島田周平、柴田京平、1998、世界地理大百科事典にアフリカ、朝倉書店。P508ISBN42 億5416万6621、朝倉世界地理講座アフリカにケガヤカズノブ、佐藤蓮也。 竹内新一編、朝倉書店、2008年4月 P804、地球の歩き方、マダガスカルモーリシャスセシェルレイユニオンコモロ2007から2008年版2007年2月9日、改訂第2版第1冊、P131。ありがとうございます。